アルピーヌ A106 はフランスの自動車メーカーであるアルピーヌが製造した自動車。ルノーの代理店を経営していたジャン・レデレがルノー 4CV をベースに FRP 製の軽量小型ボディを乗せたプロトタイプでレースに出場しガルティエ・ミッキー組のプロトタイプがミルレミリアの 750cc 以下クラスで優勝するなど好成績を得た。レースのノウハウをもとに ジャンレデレは1956年からアルピーヌ最初の市販モデルとして A106 ミレーメディアの製造を始めた。106とはルノー106系である 4CVO1062 型、1063型エンジンを使用していることを示す。ボディはスペシャルの伝統を受け継ぐ FRP 製で交換の背骨を主体とした強固な車種に乗せられた。 レースの中で試行錯誤してできたスペシャルをもとに、ジョバンニ・ミケロッティがデザインした。足回りは 4CV から強化され、前がダブルウィッシュボーンの独立喧嘩、後がコイルバネを用いたスイングアクスルとされた。4CV 用15インチホイール、ヘッドライト、テールライト、ウィンドシールド等もルノーの既存パーツから流用されていた。エンジンは当初から 多数のバリエーションが用意された。基本モデルは、ソレックス 22ICT キャブレターを装着した、圧縮比7.25の 4CV 用 747cc オフエンジンをそのまま使い出力は 21HP4000rpm、最大トルクは 4.6kgm2000rpm となっていたが、むしろキャブレターを、ソレックス35%やウェーバー36、 DCLD3 に交換し、圧縮比を九点零や九点五に上げるなどで四十三 h p 六千二百 r p m としたチューンの方が多数であった。トランスミッションは四 c v が三足 MT だったのに、対し五足 MT となり、ギア比は四種から選択が可能だった。重量は五百キログラムと軽量化されており、四十三 h p エンジン、トランスミッションのファイナル弾。 ギア比4.71の仕様で最高速度は時速 153km に達した。ルノーからの部品、販売等サポートを受け、自国スポーツカーに飢えていたフランスのアマチュアドライバーに支持されて当時としては成功したモデルとなり、1962年まで生産された。1958年オープンカーのキャブリオレが追加された。 車種は、ミッテミリアと共通だが、ボディ形状は全く異なる自製デザインとなった。1960年まで生産された。1960年、キャブリオレに屋根をつけた、クーペ、グランルクスを追加。すぐに、A108 に移行したため、この年のみの少数生産に、終わった。1961年、プロトタイプの市販モデルとして発売され、1962年まで、 生産された。このボディデザインはアルピーヌの基本型として長い間継承された。ありがとうございます。